27日に岡山県真庭市で行われた大相撲秋巡業、関脇大栄翔は明生らと3番取り2勝した。秋巡業で稽古はしっかりやっている、夏巡業はほぼ休場していたので一日も休まずできているのはいいこと、大関貴景勝とも稽古している、どこまで通用するかという感じでやっている、九州場所では2桁勝利を狙いたいと目標を口にした。